皆さんこんにちは。今日も私のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。よりこです。皆様、夏休みはどうお過ごしでいらっしゃいますか？って夏休みじゃない方には怒られちゃいますね、そういうふうに言っていると。私も一応3日間だけ夏休みをいただきまして、ゆっくりしておりますが、多分明日ぐらいからまた私の新しくオープンするメイクスクールの準備に、追われることとなると思いますので、ゆっくりと、ね、休んで、充電したいと思っています。で、今日は、メイクの動画ではなくて、私の、メイク道具というかメイクエリアというか いつも、自分がメイクしたり動画を撮ったりしている場所をご紹介したいと思います。で、リクエストで、プロのお仕事道具を見せてくださいっていうリクエストをいただいてるんですが、私の、普段お仕事で使っている道具は今事務所の方に置いてあるのでちょっとお見せできないので、普段使っている、私が普段メイクしていたり動画を撮ったりとかしている時に使っている場所を今日はご紹介したいと思いますので、よかったら最後までご覧になってください。ではどうぞ。まず最初は、これは私の普段使っているメイクボックスですね。お仕事用ではなくて自分用のメイク道具が入っているメイクボックスです。これこういうふうにすのこで外せて、通常はこういう感じで収納してて、開けてですね。これはマックのアイシャドウがずらりと入ってます。で、これが、一応マスカラゾーンになっていて、マスカラ類がいろいろ入ってます。ここに入りきれないものもあるんですけど、マスカラゾーンで、ここが、ベースメイク、ベースメイクじゃないものも入ってるけど、つい最近買ったけど、まだ一度も使ってないセザンヌの、ベース、コンシーラーとか入ってますね。コンシーラーなど、クッションファンデ、ブロンザーとか、動画などでも使ったことあるんですけど、あとこの辺は、サランパサラン、ケサランパサランのチークパレット、リップパレットとか、リップパレット、それから、結構前に買ったメイクアップフォーエバーのスモーキーアイシャドウパレット、こんな感じでですね。それからこの間買ったクリニークのパレットとか、あとはここはマックのチークがいっぱい、これでもないのもあるけど、何種類か入っていて、この辺はアイシャドウ、チークも入ってるし、ごちゃごちゃな水のチークとか、これが私のメイクパレットですね。で 恥ずかしいんですけど、ここからじゃーん、パソコン、ここにパソコンが、デスクトップのパソコンが置いてあるんだけど、このパソコンはもう全然使ってないパソコンなんだけど、私がこの100円ショップで買った、このベッドが、100円ショップで買った鏡がちょうどいい位置に当たるので、どかさないで使ってます。またちょっと汚いエリアに行くんですが、これは使って、クリーニングしようとしてるものをこの中にポンポン入れていく用のボックスで、ここがブラシエリアです。ブラシエリアで、いろいろブース分かれてて、これ100均の立てで、ここが、フェイスパウダーとか、ちょっと使う用の、こ
ところで、ここがファンデーションブラシですね。いろんなファンデーション、普段使ってるファンデーションブラシとかが入ってます、これ、ね、はい。でこっちが、まああんまり使わないアイシャドウブラシと、よく使うアイシャドウブラシ、それからこれが、旅行用とかに使う小さいブラシのゾーンです。でここがチークブラシのゾーンで、まあ、よく使うチークブラシなんです。でここが、まあ、こういうカミソリとか、あと皮膚科のお薬とか、アイブロウカッティングブラシとかも、普通のハサミとかも入ってるし、リップブラシもスパチュラ、カミソリ、毛抜きとか薬が入ってたりします。で、こっちに行くと綿棒とコットンと、これがスポンジ、これは綿棒の入れ物なんだけど、スポンジ入れるのにちょうどいい。あとこれがリップクリームですね、夜使う。あとサンプルをこうやって使った時はあの羽ピンで留めておいて、今これすごくよくって、このサンプル資生堂さんの日焼け止めなんですけど、これで今使ってるんですけど、でこれが100円ショップのボックスなんですが、この中にいろいろヘアケアもの、ヘアスプレーとか、これこの間使いませんって言ったオイルとか、と夏場地肌にちょっとすっきりさせたいようなのとか、ココナッツオイルとか、これネイリップス、友達に、お土産でもらったものなんですけど、エリプスのヘアトリートメントとか消毒とかいろいろ入ってますね。とブラシクリーナー、シューエムラのブラシクリーナーとか、虫よけとか、あとこのコームすごいいいですね。あと水スプレーなどなど、小物、喉が痛い時の喉スプレーとかまで、無比なんかも入ってて、これはエレガン。なんかいろんなもの、フレグランスも入ってるし、いろんなものが、とにかくここは何でもなんか入れちゃう場所。ネイルのトリートメントオイルとか入ってます。感じかな。で、ちょっと下の段に行くと、ここはスキンケアゾーンで、いつも使っているスキンケア類がここに入っていて、はい。で、こんな鏡なんかもあって、バッグなんかもあります。で、ここにちょっと、これね、メイクボックスなんですよ、実は。こうやって蓋が閉まる。メイクボックスなんだけど、使わないから、このまま、こういうゾーンにしてあって、で、はい、で、スキンケアのその奥のところには、また、こういう感じで、ポーチ。これ、無印のポーチと、あと、これ、100円ショップのこのボックスと、あとまたもう一つ無印のこのハックが入っていて、これをよいしょ開けると、これはファンデーション類が入ってます。ファンデーションですね。こんな感じでファンデーション類が、普段私が使うファンデーション類が入ってます。こんな感じで、あと下地、 RMK の下地とコンシーラー、こんな感じで、この中にファンデーション類がこういう感じで収納されています。次にこの小さい方のポーチ、これも無印、ちょっともうだいぶ外側が汚れちゃってるんだけど、まあ何個も持ってて、これは汚れちゃってるから自分用の家用に使ってるんだけど、言い訳ですけど。でこの中にまた無印のペン立てが入って、ペン入れが入っていて、まず下はアイブロウゾーンで、アイブロウマスカラとかアイブロウペンシルが入ってます。こういう感じでね。あとシャープナーとかアイブロウの、まあいろいろこんな感じで、あとこれはマックのアイブロウだ、はい、これがアイブ、下が
なぜ海苔が入ってるかっていうと、これはちょっとハロウィン眉毛を潰すために使ってるんですけど、まあこれはまた後で、眉毛を消して、自分の眉を消して、なんかこう眉を描いたりとか、ハロウィンの時とかにね使ったりとかするんですけど、なんか入っている。でこっちのペンシルの方には、あれ、このペンシルケースの方にはアイライナーが入ってて、こんな感じでアイライナー、もうちょっと入りきらなくて、この間うちゴムで留めたりしてたんですけど、これ全部リキッドアイライナーとアイライナーペンシルが入っています。はい、でこう閉じて、この中に一緒に入れている。はい、で次に100均で買ったこのボックスなんですけど、これもこんな汚いんだけど、だいたいこれが普段の朝のメイクの道具の一式ですね。パウダーとコンシーラーとかビューラー、マスカラなどなど、これもね私の大好きなヌーディーインザボックスね、リンメルの。それからよく使う、もうなくなっちゃったね、マックのチークとか、これ昔か、あのハワイ、あ、ハワイだったかな、どこだか忘れちゃったか、リンメルの昔買ったアイシャドウとか、でパウダーファンデーションですね。から、ニュックスのブロンザー。これが BH コスメティクスのブロンザー。それからこれが大好きな、ファシオの BB クリーム。から今、よく使ってるアイシャドウで、これが、マックのトラストと、アディクションの、なんだっけこれ、アディクションの 012ME 版、アディクションのアイシャドウ01で、これが、私の大好きなシャンテカイユの、パレットなんですけど、もう発売してない、ずいぶん前の限定品なので発売してないんですけど、こんな感じで可愛らしいセットになってます。でも時々シュウエムラのチーク、このまんま使って、家用だからね、このまま使う、シュウエムラのチーク、あとシャンテカイユのリップが何本かと、あとリンメルのラスティングコンシーラーなどなど、シャンテカイユのアイシャドウですね、がこの100円のボックスの中に入っています。さっきブラシのところで言い忘れたんですけど、これも無印のバッグで、これすごいいいんですよ。周りにポケットがついてて、で、おっと、危ない危ない、ここに油取り紙、めったに使わない油取り紙と、あとこの辺はまあマスカラ類、まあいろいろ入ってるんだけど、リクロス。ここにいつも使うマスカラと、あとメイクアップフォーエバーのアクアマティックとか、あとはグロス類、よく使うグロス類、それからヘア道具を留めるものなどなどがここに収納されて、とっても便利です。で、これは、こっち側はもうなくなっちゃって、スカスカになっちゃったものをとりあえずここに入れといて、あとですね、あとネイルの、ファイルとか、汚いね、が入ってます。この入れ物すごい便利でしたね。はい。まあ、こういうなんか、メイクアップツールを入れる袋は結構私無印使ってることが多いですね。例えばこのメイクボックスのこれも無印、この入れ物も無印だし、これも無印です。ここに入ってる仕切りも無印なので、結構無印は、あと、これも無印になります。これも無印だったかな？このコットン入れも無印だった気がしますね。あと、よく見えないかもしれないけど、スキンケアを入れてる、この入れ物も無印。はい。で、これは前に100均の、購入品で紹介したんですけど、100均の鏡ですね。はい。それから、ここには、BH の、
パレットと、あとここにはまたまたシャンテカイユのパレットですね。まだ入ってるかな、うん、シャンテカイユ。シャンテカイユは結構一時期好きでいっぱい買って、これはこのコースター100均で買ったコースターですね。こんな感じかな。あ、こっちね、これは、アイロンが入ってる、ストレートアイロンと、あとくるくるドライヤーと普通のあの巻くタイプのアイロンと普通のドライヤー、あとこの辺はサンプルゾーンでサンプルが入ってたり、こんなマスク、これはこの間紹介したマスクが入ってたりとかしてますね。皮膚科の薬とか、これも100均のボックスです。はい、こんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。なんかね、あまりご紹介できるほどの、あの場所ではなくて汚らしくて、あのお恥ずかしいんですが、結構ね、海外のあの YouTuber さんたちのメイクルームとかってもう素晴らしいね、あのくしてあるので本当に恥ずかしいんですけど、まああの徐々に素敵なメイクル、自分の部屋を徐々に素敵なメイクルームにしたいなとは思っているんですけど、忙しさにかまけてあの結構もう雑然としちゃってるんですけど、まああのいかがでしたでしょうか。はい、ではこの動画がいいなと思ったら高評価ボタンぜひお願いします。まあ、今回は多いかなこれ。高評価ボタンお願いします。インスタグラム、フェイスブック、アメブロ、それからなんだ、ツイッターやっておりますので、よかったらフォローしてください。ではまた次回、よりこでした。またね。